今日も全力ぶっちぎり、リオと。あれ？あれ？あれ？マキピロくんでございます。はい。怖いんだけどちょっと。いやもうよ、世の中ウイルスいろいろあるからよ。ヤンキー感が半端ないよそれずっと。カラスマスクってだっけ？カラスマスク？なんでサイレンなってる、サイレンなってる。お迎えじゃない？外すわ。一斉になりましたなんだこれ。やばい。めっちゃサイレンな四方八方から何でしょう。迎えに来た。全力ぶっちぎり。はい、ちゅうことで第8使徒ね。第8使徒、はい。まあこれの結局使いどころ、目玉みたいなやつ。そうガみたいな、ガ気持ち悪い。第8使徒戦闘モードということで、はい、こいつがですね、まあ AT フィールドを持ってて、アンチ重力針、アンチブロック、SS弾短縮、うん。実際ちょっとね、SS 使ってないかちょっと分からんねんけど、うんうん、まあとりあえずね、友情が爆発友情っていうことで、あ、加速とかと特に組み合わせるとちょっといいんじゃないかなっていう。走り回れる、そうやね。で、実際ね、第8使徒が、うん、降臨でどこで使えるのかっていうところで、うん、まあ、ちょっと代表的なところを挙げると、うん、アルカディアとモラルかなって思ってるかな、うん。で、アルカディア、まあ運悪として貫通やからこいつは、うんうん、だから運悪として使うのは1まで、うんうん、がいいんじゃないかなって思います。で、特に、まあ、アルカディアで使うんやったら、うん、エンジェリティーバとか あの辺がね、加速なんで、加速のブロック持ちということで、あの辺とね、組み合わせるといいんじゃないかなと思ってて、例えばアルカディアを運悪で使うんやったらおすすめの編成どんな感じっていういうのもね、皆さんまあ分からない人もいると思うので、うん、俺の中で、ね、うん、勝手に想像して、うん、この編成がいいんじゃないかなっていうのが第8使徒、うん、うまく第8使徒で、うん、うまく1の場合ね。で、エンジェリーディーバかシャトル。シャトル、シャトルってあの、あれよ。あ、分かった。あ、違うな、長距離曲で使えるやつ。ドラじゃない、なんかあれでしょ、違う。なんとかみたいな。とかかんとか。ドライブシリーズの違う。ドライブシリーズ違う。あれ。モンストドライブみたいな。アマテラス。うん、まだ絵は出てきとる。そうそうそう、アマテラスで使えるやつ。あ、シャトルって名前だっけ。うん、だからまあ加速枠どちらか積めばいいんじゃないかなっていうのと、あとは魅力、うん、これもう結構雑に弾いてもいけるやつ。鉄板やん、うん、鉄板、まあ、これやったら楽かな。で、運悪2位の場合ってなると、うん、まあ第8使徒を使うのであれば、うん、運悪2位でもう1体って考えた時何がいいかなと思った時は小雪かなと。あ、ずっと使ってるもんね、小雪ね。まあ、あのシープに対してキラー入るから、うん、で、やっぱ貫通やん。ボスとかに対して、あの、まあ、第8使徒はダメージ入れても、うん、ちょっとね、シープの処理に遅れると白爆発食らって負けちゃうから、まあ、それを考慮すると、うん、まあ、小雪かなって、ボスに対しては絶対第8使徒で削れるから、うん、じゃあその辺を補うっていうので、小雪、うんうん、で、あと、まあ、D バカシャドル、うん、まあ、加速やね。と、あと魅力、うんうん、特にね、まあ、なんでこう加速っていうと爆発友情やから、実際あのディーバとかシャトルとかね、うん、まあ、この辺結構厳選してる人多いと思うよ、うん、で、ここがあの本来加速でサポート役ないけど、うん、結構みんな厳選してるから、うん、こいつらが火力としてね、活躍できる、うん、もう爆発友情があることで、うん、だからね、そういう意味で第一使徒使えるんじゃないかなっていう、ね、うん、感じです、うん、はい、まあね、アルカディアはこんな感じ、うん、で、まあ、モラルね、あともう一つ、うん、いや、モモラルに関してはもう絶対使えると思う、うんうん、富岡芸のやつやね、モラル。そう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 、うん、だから、まあ、エンジェリディーバもそうやけど、富岡の友情も爆発で出せるから、あ、うん、それは特に相性がいいと思う、うん、で、まあ、あのおすすめのね、パーティー編成っていうと、うん、第8使徒、うん、ディーバ、富岡に、うん、これ楽やね。絶対楽で、まあ、運悪にやったらどうすんのってなった時に、うん、まあ第8使徒、うん、やっぱビオルトかな。で、まあ D は富岡か、うん、富岡に積むかって感じやな。第8使徒2じゃいけんの。あー、無理、貫通のパワー型やでな。そうか、止まっちゃう。あ、遅いのね。うん、なるほどね。だパッカーンっていう火力はあっても、うん、動き回るっていうのがちょっと難しいから、うん、だからまあちょっとそこかなって思うね、うんうん、
でもアルカディアとかはヒーリングウォール出るから、うん、その点、うん、やっぱり加速枠いた方が安定はするよね、うんうん、って思います、はい。まああとは他どこで使えるって言ったら、くしみ玉でも一応ね頑張れば使えると思う、うん、まあブロック持ってるし、うん、重力ブロックだからね、うんうんうん、なんで基本的に、まあ富岡とかあとエンジェリーディーバーが使えるようなところは大概一緒に使えるんじゃないかなって思ってもらえればいいと思います、うんうん、なので他にもねちょっとどこで使えるかなって見たい人は、うん、富岡とかエンジェリーディーバーの適正クエスト調べれば、うん、まあ必然的に、うん、なんつうの反射制限がな、じゃあ貫通制限がなければ、うんうん、使えるかなっていう感じかな、うんうん、はい。なので第8使徒からねそうやって、いろんな豪絶とか、うん、爆絶とかねそういった曲作ってそこからまたねさらに広げていくっていう感じになると思うので、うんうん、まあ俺は第8使徒は作っといた方がいいんじゃないかなって思います。難しくないですねクエスト自体。そう、ロレライ積んだらねパンパーンってこれからなので第8使徒もね一応ねメダル周回もうやれるぐらいのね難易度のクエストなんで、まあ、ぜひともね皆さん作っていただいて、うん、アルカディアとかね、ムラルこちらの方にね、うん、こう派生させてもらえたらなって思いますね。ぜひともね作って損はないと思いますので、うん、ぜひとも作ってください。はい、ということでね、はい、以上今回ではこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、はい、せーのいい目見るよありがとうございました。ありがとうございます。え